戸惑っているだろうな。実は俺もだ。カサネがいつか過去からやってくるのを待ってはいたが、それでもこうして現実になるまでは半信半疑だった。何があったの？50年前、セイラン市の反乱があってから、ニューヒムカは国の威信を守ることに躍起になった。そして俺を、ユイとスメラギを旧国の英雄と祭り上げ、国民の目をそらそうとしたんだ。俺は逆らえなかった。兄のカイトに懇願されて、そうするしかないと思った。親父は暗殺されて、カサネはその犯人だと言われて行方不明になっていた。何を信じていいのかわからなかった。私が評議会議長を殺した？どういうこと？俺も現場を見たわけじゃない。だが状況証拠がカサネを示していた。カサネが姿を消したのも、それが真実だからだと思っていた。実際はカサネは未来に飛んでいたんだな。私はあなたのお父様を殺したりはしないわ。話を戻そうか。カサネが消えた50年前の時代では、セイランとスオーとの対立は激しさを増していった。そして俺は怪異討伐やセイラン側についた超能力者たちとの戦いに明け暮れた。そうしていくうちに、あいつが成長を始めた。クナドゲート、私とあなたが作り出してしまった疑似ブラックホール。俺とカサネの超能力は同じ性質の重力操作だったんだ。だから俺自身も時間跳躍能力、レッドストリングスを持っているらしい。そして俺たちが同じ超能力を持つせいで、互いの力が共鳴して重力異常を引き起こしてしまった。大部分はカサネの力によるもので、俺自身には時空を超えるほどの力はなかったんだがな。でも何がきっかけでクナドゲートは成長したの？本来あのゲートは時間跳躍の際に一瞬だけ出現し、すぐ消失するものらしい。だがカサネが時間跳躍の力を使った時に、俺の力が共鳴したせいでゲートは消えなかった。それどころか、俺が超能力を使うたびにあのゲートは激しく歪み、周囲の空間を飲み込んでいった。あれを消す方法はないの？俺が死ぬことだ。俺が死ねばゲートを維持し、歪ませている因子であるユイとスメラギの超能力の痕跡が消える。だが俺はその選択をしなかった。何か他に手段があると、周りからもそれを探そうと説得され、いや違うな。それでも結局俺は自分を殺せなかったんだ。死ぬのが怖かった。何とかして生き残る道を探そうとしてもがいて、俺が死んでもゲートが消えないところまで来てしまった。だからこの世界は滅びる。この大地もブラックホールに飲み込まれて消える。だからカサネ、俺を殺してくれ。50年前に戻って、まだクナドゲートが成長する前に、負の英雄ユイとスメラギの息の根を止めてほしい。無理よ。あなたはナオミの大切な人なの。だからそんなことはできない。それにどうやって50年前に戻ればいいの？レッドストリングスは感情の起伏によって発動する。何か衝撃的なことに心が傷つき、
大きく揺れた時に。でも今の私に感情の揺れなんて。大丈夫だ。そのための手段を考えてきた。もう何年も。全てはこの時のために。それは何？50年前から怪異の研究は進んでいる。怪異が好む音を使って呼び寄せることも可能になった。遠ざける方はまだ完成しなかったが。怪異！まさかあなた、私の前で。おこがましいかもしれないが、少しは心が揺れてくれるだろう。冗談じゃないわ。一緒に怪異を叩きましょう。カサネ、今の俺はなぜ君が親父を殺したのか分かる気がするんだ。な、何？ニューヒムカでは人間を怪異に変える研究が進んでいた。50年前のあの時、ナオミを怪異にしたのはニューヒムカの人間だ。その研究を支持していたのは親父だった。英雄となったユイとスメラギもその事実を知った。そして非道さを知りながらも結局は評議会議長となって研究を引き継いだんだ。引き継いだ？あなたが？大勢の人間をナオミと同じようにした。そうやって超能力を研究することで、なんとか自分が死なずに済む方法を探し続けた。ユイとスメラギは世界を滅ぼす負の英雄、巨像の英雄だ。だから、何をするの？どうしてナイフなんか？すまない、カサネ。あとは頼む。